どうも、カラドウドラステコ専業者の代表、高野教授です。え、今日はですね、ストレッチポールを紹介したいなと思います。で、ストレッチポールは、実は、2種類あるんですよ。まあ、あのー、細かく言うていっぱいあるんですけど、いわゆるこのストレッチポールと言われるもの、およいしょ、これですね、2種類あるんですよ。色が、じゃないですよ。えー、っと、まず、これが一般的なもの。こうですね。この太さが、 EX です。EX。これ EX。そして、もう一つ。これが MX です。MX。EX と MX で2種類あります。でですね、その差があるんですけれども、長さは一緒です。一緒です。だけど、太さですね。太さが違うんです。 あの ex の方が太いです。で mx の方が細いですね。比較的でなぜこう差があるかというとですね。あの身長とかあの体の大きい人はこの大きいのでも全然大丈夫だったりします。あの、それこそこれの上に乗りますんで、太い分高さが出ちゃうんですね。そこからまあ、降りるときに、まあ、高いところから落ちることになるので。 やっぱりその、体が弱かったりとか、えー、小さい人は余計にその衝撃がきつくてですね、痛いということもありますし、安全にできないというのもありますし。なので、このちっちゃい、あの、ちっちゃいというかちょっと細い MX の方がやりやすいということも出てきます。でさらにですね、えっ、ー、と、MX の方がちょっと柔らかく感じる素材になってます。あの、これがちょっと EX の方がゴツゴツしてちょっと痛いよという人であれば、 MX を使ってみてはどうかなということになります。で、この、さらにですね、こう色の話なんですけども、この他にも、ネイビーが基本的な色なんですけれども、えー、これはベージュですね、の、えー、アイボリーかなアイボリーなんですけど、さらに、えー、ピンクだったり、えー、ちょっと薄緑の方、名前が忘れちゃった、えー、だとかは、そういう色もあります。えー、まあ当然、あの、気分にね、えー 合わせて例えば家のインテリアとして置いていくとかだインテリアとしてはまあ使ってほしいんですけれども、まあ、自分が気に入って使いたいとなった場合自分の好きな色のものを、えー、家に置いといてですねそれを使った方が多分テンション上がるとかあやりやすい継続しやすいと思うので、えー、そういうふうに色なんかも、まあ、自分で選んでですね 使ってみたらどうかなと思います。今回私ちょっとこの MX というものを一回買ってみてですね、やってみたんですけど、すごく気持ちいいですね。あの、私もちょっと体硬いタイプ、背骨が結構硬いタイプなので、これに乗ると結構最初、緩まない、緩んでない時とかは、背中が当たったところゴツゴツと結構痛いんです。だけど、MX の場合は柔らかくて、えー 当たり方がすごく優しいので、えー、すごく気持ちいいなと思いました。これだとずっと乗ってられる。そしてあの私も結構内巻きに入りがちなタイプなので、こう入りがちなタイプは背中があ丸々タイプなのでこうせそういうあの、こうやってストレッチポールに乗った時にですね、肩を開くんですけど、その時に高さがありすぎると、こう太いんで高さがあると、 えー、結構しんどかったりします。結構苦しかったりします。なので、このぐらいがちょうどいいな、という気がしました。なので、私は MX 派だな、っていう感じですね。こんな感じで使い方用途変わってくると思うので、えー、自分の気に入ったものを用意したらどうかなと思います。えー、私のところで、えー、注文していただければ、しっかりあのすぐ届けてもらえますし、なおかつ使い方もサービスして教えます。はい。 あの、これだけの指導だったら、それもそれで受け付けてるんですけれども、ぜひ、あの、言ってみてください。これやっぱりいいツールなので、やっぱり長くなってきましたけれども、いいものだから残ってると思います。なので、ぜひぜひ、えー、検討してみてください。すごくいいものですね。MX、久しぶりに触ったら、あめちゃいいなと思いました。はい。そんな感じでした。 ス,えー、ストレッチポールの、えー、EX と MX の違いを説明させていただきました。はい。というわけで今日は以上です。えー、質問やあご意見などありましたらあコメント欄に残してください。チャンネル登録、いいねも引き続きよろしくお願いします。それではまた。